なってしまって。まずは戦い方を見直すところから。アリゼやサンクレットさん、他のみんなだって自分の能力や状況を踏まえて戦い方を改めたでしょ。そして行き着いたのが、十二賢者リルムが伝えたという秘術、ピクトマンサーの魔法だったというわけ。ラハ君だってどんな状況でも誰かさんと冒険できるようにってこっちでもその戦い方を選んだじゃない。私も一緒よ。置いてけぼりはもうたくさんってこと。